だよ。びっくりして鼻水も引っ込んじゃった。ねねね、どうやったの？とっても簡単。ペンみたいな細い棒の先をこうやって指に挟むよ。ここまで大丈夫かな。最後にタオルをふわっとかけてあげれば。浮いてる。ドリルすごい。驚かせるために練習したんだ。サービスにまたマジックしてあげるね。紙コップ。それとここに小さなドーナツがあります。これを紙コップで隠して。待て待て、すごい速さ。はい、ドーナツはどこでしょうか。みんなはわかるかな。わかった子はグッドボタン。ここ。ブブー。じゃあここでしょう。違います。じゃあここじゃん。みんなもそう思う？正解はない。ふっふっふ。実はずっとここにあるタオルの中に、じゃーん、そこにあったの。じゃあ見た証。本当はこのコップの中にもドーナツがあるんだけど、紙コップの下をしっかり持ってドーナツごと掴んでたの。タオルには最初から同じものを隠してたんだ。近くで見てたのにわからなかった。はい、この種も仕掛けもないタオルを使います。僕の大好きなバナナちゃん。バナナちゃんにタオルをかぶせて、いきます。くるくるくるりん。あ、バナナがなくなった。すごい。おもいな。って食べてるんかい。え、こんなものないの。みんなもマジックをお家の人に見せてびっくりさせちゃおう。写真や動画で撮ったらインスタやツイッターに送って僕たちに見せて。待ってるよ。ってクモリン、ごまかさないでよ。僕ズルしてません。クモリン、みんな僕たちの今治ハンドタオルが出るよ。印で畳み方もわかるよ。お家でもお外でもずっと一緒だよ。気になった子は概要欄をチェック。トイのおもちゃで遊ぶもん。カルタ、スゴロク、パズル、まだまだあるよ。遊んじゃおう。ひらめきいっぱい、発見いっぱい。コモントイのおもちゃで遊ぶもん。やっほー、サンサンだよ。やっほー、プリルだよ。今日は水族館に遊びに来たよ。二人でお出かけなんて珍しいね。クモリン来られなくて残念だけど、今日は二人で楽しもうね。さあさあ、見て見て、かわいいお魚がいっぱい。これはクマノミだね。イソギンチャクって毒があるのに、クマノミさんは平気なの？うん、クマノミさんとイソギンチャクはお互いに助け合って暮らしてるんだ。へえ、そんなこと知っているなんて、サンサンすごい。もっとすごいの知ってるよ。クマノミさんはとっても面白いんだ。問題です。この5匹のうち何人が男の子でしょう。わからないよ。クモリンクマノミ以外はみんな女の子じゃない。正解は全員男の子でした。ちなみに群れの中の一人だけ女の子になって、私の方が可愛いし。変なの。じゃあ問題です。ナマコはどこで呼吸するでしょう。1、お尻、2、足、3、皮膚、どれでしょう。お尻で息するわけないでしょ。ブブー、正解。
初から息を吸っているんだ。だからナマコさんがくしゃみをするときはアクション。飼育員さんやめてよ。じゃあナマコさんに口はないの？口もあるよ。だけどナマコさんの口はご飯を食べるためにあるんだ。そうなんだ。ナマコさんの不思議はまだまだあるよ。ナマコさんは敵に襲われたりちぎられたりすると体の中から腸を出して敵が気を取られている間に逃げるんだ。体が2つ？そうなんだ。ナマコさんは体が分かれて1匹から2匹になることだってできちゃうんだよ。ナマコさんってすごいね。こっちにはカメさんもいるみたい。ブリル待って。大きな水槽だね。で、飼育員さん？はいはい、僕はカメさんだよ。いやいや、カメさんって。あ、カメさん後ろ。後ろ？いやー、カメさんが追いかけてくる。早く逃げないと。急いで急いで。もう無理だよ。通れたけど、サメさんには通れない大きさだったんだね。はあ、よかった。だけど、サメさんは大丈夫かな。歯が折れちゃったみたい。それなら大丈夫だよ。サメさん問題です。ホウジロザメの口の中にある歯は全部で何本でしょう？1、2、3。カモン。まだ答えてないし。29、30。もう数えたの？30本です。ぷっぷーん、正解は約3000本でした。そんなに？どこにそんな歯あるのよ。サメさんの口の中を覗いてみよう。よく見ると、ほら、顎の内側に予備の歯をたくさん持っていて、しまった時は勝手に新しい歯と交換されるんだ。すごい。だからこのサメさんも大丈夫なんだね。ちなみに一生のうちに2万本の歯を使うサメさんもいるんだって。サメさんの歯って面白いね。飼育員さん後ろ。だっていつもは追いかけてこないのに。カメの格好なんてしてるからでしょ。海の生き物って面白いね。お家に帰ったら調べてみようっと。また水族館来ようね。誰か助けてー。そうだ、助かったー。やっほー、サンサンだよ。右の絵と同じにするにはどのピースを並べたらいいと思う？この赤い三角のピースを4つ並べれば同じ形になるね。サンサン、何してるの？あ、くもりん、図形モザイクパズルっていうので遊んでるんだ。面白そう。じゃあクモリーはこれやってみて。あ、ハチさんだ。上の絵と同じになるようなピースを並べてね。緑と黄色の三角形が2つずつあるね。同じ形にするのが難しいな。上の絵をよく見ながらやってみて。黄色の三角形はこうかな。あ、ぴったりハマった。うん、その調子。じゃあこっちはこうか。緑のピースはこれは違うし、こうでもないし。くもりん頑張れ。これはどうかな。あ、上の絵と同じだ。欲しい。
緑と青だね。ここにはこの三角形がぴったりはまるよ。じゃあじゃあもう一個三角をここに置いちゃおう。この隙間に入るピースはないみたいだね。こんなのもわかんないのかよ。ノイズは静かにしてて。じゃあここを四角にしちゃおう。ああ、それじゃあこっちがずれちゃうよ。あれ？三角形の向きを変えれば。あ、できた。おー、サンサンすごい。右側は青い四角をここに置いて。ここは三角だね。はい、ノイズできたよ。なんだと？早く全部返してよ。ダメだ。次はこれを完成させる。ノイズの嘘つき。あ、でもでもここは黄色の四角でしょ。あとは赤の三角を置いて。はい、できた。なんだと。ノイズ、早く返して。しょうがねえな。あ、そうだ、今度はノイズがこれやってみてよ。なあ、こんなの簡単じゃねえか。ここは黄色の三角、ここは青の三角、次は四角だな。ノイズ大丈夫？もう一回最初からだ。ここは間違いなく三角だ。次も三角、だな。そしたら次も三角、次は四角で、だー。なんだこれは。僕わかるかも。ここの三角をこうして四角を置いて最後は三角。ほらできたよ。さあ、こいつらに負けるとは。ちょっと難しかったよね。帰って勉強だ。べ、勉強？次こそは負けないからな。クモリン、次はこれをやってみよう。わあ、いろんな形がある。あのバナナの形も作れるの？一緒に作ってみよう。四角二つにここは三角だね。ここには三角を置いてっと。ちょっと待って、向きが違うんじゃない？へえ、こうだと思うよ。この四角の上に三角でしょ。あ、こっちかな。難しくない？大丈夫、ちゃんと見ながらやればできるよ。くもりん、ここに四角を置いて。はい。三角と四角を置いてって。もうすぐできそう。最後は三角の向きに気をつけて置いたら。紙に絵を描いて、その上にピースを並べたら、バナナを持ってるクモリン完成。わーい、やった。じゃあじゃあ僕は黄色と赤で。うん？これは何だろう。サンサンです。僕？顔は作れないから形だけね。確かに形は僕に似てるかな。次は何を作ろうかな。いろんな形を作ってみてね。クモリン、ねえねえクモリン、僕とにらめっこしない？僕強いよ。にらめっこしましょう。ほら、うーと負けよ。あっぷんぷん。ちょっと何それ。僕の勝ちだ。
変な顔作りたい。作ってみてよ。どうしようかな。あ、この動物さんはどうかな。のんびりなところが僕に似てるよね。ピチャピチャピーっと。あ、いいこと思いついちゃった。もうできた？うん、じゃんじゃん。変な顔。うん、フラケリン。顔だけじゃなくて名前も混ぜてみたんだ。あ、もしかして怠け者？ピンポーン。サンさんと混ざればのもっけさん。なんか嫌な名前。ねえねえ、この遊びでへんてこ動物園作ろうよ。それ楽しそうだね。どっちがへんてこ動物さんが作れるか勝負しようよ。みんなも面白い動物さんが作れるように応援してね。びっくりさせちゃうもんね。そうだ、動物さんたちの面白いところを集めてみよう。この動物さんも、この動物さんもいいね。あとはこうしてこうしてこうして。僕はお魚さんを混ぜてみよう。お魚さんといえばマグロさんだよね。マグロさんにはクラゲとかタコさんがいいかな。いや、あれにしてみよう。ねえねえ、サンさんできた？うん、待っててね。これが僕のへんてこ動物さん。あら、何これ。ペンギンさんとパンダさんとネズミさんを混ぜたペンミさん。ちょっとおじさんっぽい。残りのパーツで仲間のパズダくんとペンギンちゃんもできたよ。かわいい。ペンミさんたちに勝てるかな。じゃあ今度は僕ね。僕のへんてこ動物さん、マグロちゃん。変なの。マグロさんとひよこさんを混ぜてみたんだ。海も地面も歩けるんだよ。ちょっと怖いような。じゃあひよろくんの方がいいかな。そういう問題じゃ。あとまだあるんだ。すごい、たくさん作ったんだね。はい、ドーン。なんじゃこりゃ。さんとキリンさんを混ぜたよ。名前はカリカンだよ。名前はかっこいいけど、なんか鼻二つあるし。これはバナナを食べるための鼻だもんね。それじゃヘンテコ動物さんたち集合。ペンミさんが僕を睨んでる。一番のヘンテコ動物さんはどれか、みんな LINE で教えてね。見てみて。わあ、これクモリン。これはね、くみかいおぐし。そうだ、くもりん。今日のお絵かき。